大谷翔平投手、山本由伸投手らを大型補強し、ナ・リーグ西地区首位を快走するドジャースだが、さらなる補強に動いていた事実が発覚した。米紙、ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者によると、ブレイク・スネル投手の獲得を狙っていたが、最終的にはライバルのジャイアンツに移籍している。同記者は、ドジャースはブレイク・スネルがライバルのジャイアンツに移籍する前に、土壇場で獲得に乗り出していたという話だ、と同紙の記事で伝えた。敏腕記者のヘイマン氏は、これは彼らにさらなる資金力があることを示している、と考察している。そういえばスネルの名前聞かんなと思ってたら防御率10点台とかいうとんでもない成績を残してて草。代理人のボラスが良くないって言われてるな。まあ移籍先延ばしにされたら調整も難しくなるし当然だろ。あれだけごねて防御率10点台はまずいよな。ごねたのがスネルなのかボラスかわからんからその言い方は良くない。てかごねてなくてもこの成績はまずい。今の先発陣見ても吉野部、ブラスノー、ビューラーが十分やってるし、夏にはカーショーが戻ってくる。今のスネルを見ても取らなくて正解だったな。スネルは妥協してでも、スプリングトレーニング前にどこかに行っておくべきだった気がする。調整遅れて結果的に失敗してるじゃん。スネルってシーズンによって波が激しすぎる。スネルだけにな。これで優勝できんかったら何言われるかわからんな。ドジャースはスポンサーがすごい数になると見込んでたんだろうな。大谷はリーグが変わっても期待通りの活躍をしてるから、やっぱそういうところが超一流と言われるゆえんなんだろうな。文字通り怪我の功名、活躍した次の年はダメっていうデータ通りやね。典型的な FA 取得前年だけ頑張る人みたいになってるな。ドジャースはともかくパドレスは見る目があったってことだ。シースをトレードで獲得して、松井もそれなりに活躍してるもんな。取らなくてよかったわ。まあでもこればかりは難しいよな。スネルがダメでブレイブスにトレードされたセールは大活躍してるし、